兵庫大輝のラジオ、兵庫大輝のラジオ大好き1008ABC ラジオ。欲しいもんあるって言われて、そんな急にお前コンビニやったらね、わかりますよ。ピルクル、キャーレ美味しいから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 。僕はね、お金でやってない。兵庫大輝のラジオ、どうもこんばんは、兵庫大輝のラジオ大好き始まりました。兵庫大輝でございます。本当にもうね、今いろいろ出させていただいてますけども、お金では何もやってない珍しい芸人でございますが、今日はですね、10月以来ですかね、10月以来でですね、無理やりまた枠を取っていただいて、夜中ですね、ちょっとぐっちゃぐちゃラジオしようじゃないかということで始まっております。今からどん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 進めていきたいんですが、なんと今日はですね、やっぱり日本のね、もう皆さんも気になる選挙というのがね、あったんでですね、ここでですね、なんともうなんかね、いいですね、こういうの、選挙速報が入っちゃいますよ。 ABC のですね、堀江アナウンサーがですね、もう本当に深夜とは思えないぐらいのですね、きっちりした格好で来ていただいております。さあ、堀江さんです。どうも、兵頭さん、はじめまして、堀江と申します。はじめまして、もういつも拝見させていただいております。とんでもないです、僕もいつもテレビで見てます。いいですか、ありがとうございます。いいですか、言うのもどうかな。あと金曜日のラジオお世話になってまして。ありがとうございます。こちらこそ遅いですね、大野ひろみさんとのラジオ嬉しいな、じゃあ今回は選挙ありまして、はい、まあ、僕はもう40、その辺の42歳の方に比べたらもう政治の疎いもんで、いやいや勉強していかなあかんのですけど、ただうっすら分かってるのが、もう民主党がえらいこっちゃ祭りになってるっていうことでございます、うん、そうですね。今回のそこでどういった感じなんでしょうか。どういったもこういったもですね、はい、もう自民と公明と両方で、はい、安定多数というようなところまで行きますね、はいはい、で、はい、さらにその3分の2まで取ったということです、はいはいはい、なので、まあ、衆議院で、はい、自公が、まあ、政府が出した提案をですね、はい、自民と公明の賛成で通します、はい、ね、でも参議院では否決されるというケースがあります、はい、それは自民と公明だけでは過半数を取ってないからなんですね、はいはい、参議院は第一党は民主党なんですよ、はい、だからそこで否決されて、はい、また衆議院に戻ってくる、はい、そこでは今度は過半数ではなくて3分の2が必要なんです、はい、3分の2を取れてるわけですから、政府与党がやろうとしている法案が結果的に戻ってきて通るというところまで来たわけです。これ俗に言うねじれ国会ってあるじゃないですか、はいはいはい、よく聞きますけど、はいはい、そんなねじれてないんですか。ほんねじれてるわけです。ねじれてるんだけれど、戻ってきたときに3分の2が必要なんだけれども、はい、その3分の2をクリアしてしまったので、はい、ねじれてることがあまり意味がなくなったということなんです。ということはもう一手間国会ですねもう一回ずつまた戻ってきよんねや。戻ってくるんです。まあ、それで戻ってきて3分の2がなければ、はい、そこで政府与党が出した提案は否決されてしまうんですよ。それを通すことができるだけの力が出たということなんです。つまり、はい、そうするとですね、はい、他の政党、うん、自公ではない政党の助けを借りなくても大丈夫になったということ、はい、なるほど。だからどこに言うたら、まあ、自公で話し合ったら他の党に気を使うことがなくなったから。そうなんです、そうなんです、そうなんです。これでもね、維新、はい、なかなかこれ行くんちゃうかってなってましたけど、はい、僕家出る前 ABC の選挙速報見てましたけども、はい、大阪関西だけでしたね。いや、それはですね、はい、僕もそういうふうに思っていて、はい、で石原さんが東京でね、はい、話をされていたときに、はい、第2局の役割はこういうことだって言い始めたんですよ、はい、第2局ってどういうこと、はい、第2局をどう考えたって民主党でしょうと、そうですね、どんなに負けたって民主党の方が上行くでしょう、はい、と思ったんですが、はい、いい線まで来てるんですよ。あれまあまあ民主党だ、小選挙区では確かに大阪は強かったです、はい、で大阪だけかなというイメージがあるんですが、はい、他のところでどんどんこの比例で伸びてるんですよ。ああ、なるほど、はい、なんか言うたら小選挙区では、はい、なんか連立みたいなのが組めなかったから、どうしてもバッティングするところが多かって、でちょっとまあ、選挙協力ですね、それがうまくいかないところもあったと言われているんですが、比例ではだから、いや、そのもしかしたらだから自民党を応援している人たちや公明党を応援している人たちがですよ、はい、比例では日本維新の会って書いた可能性が高いということですわ。これはだから、どーんと民主党が下げた、はい、民主党が下げた分をしっかり維新は拾ってる感じですね。なるほど、まんざらでもないということですね。まあ、ちょっとうっすら、ちょっとまあ今から
3時間前、4時間ぐらい前は、ちょっといまいち伸びひんかったんちゃうかと思いきや、比例でどんどん上がってきてるという、出口調査、はい、などを総合して、まあ、朝日系でやったのは、最初は46っていうふうに予想していました。はいはい、今、53までいってます。7も伸びました。そうなんです、だから我々の予想より7良かったんです、はい、ということは、はい、これますます行く可能性もあるということですよね。まあでも残り議席がもうね7ぐらいしか残っていないので、あ、まああと伸ばしても、まあ、7も伸びないと思うんです、ね、全部はまあいかない、全部はいかないと思うんですけど、でも民主党と並ぶ可能性が出てきたということなんですよ。ごっついブルーやろな、野田さん。野田さんね、野田さんはもうね、ブルーです。ブルーの声もちょっと聞いていただくことになると思いますね。はい、あ、そうですか。一度ちょっと詳しく読んでみますね、はい、第46回衆議院総選挙、昨日投開票が行われ、自民党が単独過半数の241議席を大幅に上回り、3年3ヶ月ぶりに公明党と政権復帰を確実にしています、うん、自民党は2005年の郵政選挙以来の大勝で、公明党と合わせ参議院で否決された法案を再可決できる3分の2の320議席を超えました、うんうん、自民党の安倍晋三総裁は近く召集される特別国会で第96代総理大臣に選出される見通しで、2007年9月に辞任して以来の再登板となります、うん、自民党の安倍総裁は新しい政権の枠組みに関しては、うん、まず自公で連立政権を作りたい、うん、明日から協議する、まあ、これ明日からというのは今日のことなんでしょうけれどもね、はい、今日から協議するということでしょう。その上で政策ごとに立場を共にできる政党の協力を得ながら実績を残したいとも述べました、うん、また自民党の石破幹事長は特別国会について25、26あたりの召集になるのではないかと述べました、うん、自民党の石破茂幹事長の共同会見48秒です。谷垣前総裁の下で政策の連磨に努め、何よりも党綱領を新しく策定をし、党の在り方というものを見直してきた。それを引き継ぐ形で安倍体制で選挙を迎えたわけで、大勢の方々のご努力の結果だと思っております。併せて民主党に対する失望感というものがあった、あるいは第三極と言われる方々に対する懐疑的なお気持ちも有権者にはあったと思います。そういうものが相まってこういう結果になったという認識を持っております。まあ勝って兜の大締めろじゃないですけれども、はい、かなりこう気を引き締めてる感じのコメントでありますね。勝った万歳っていうようなことは言わないで、言ってなかったですね。僕もテレビ見てたらもう石破さんもやる気が全面に出てて、もう顔テカテカでしたもんね真っ赤でしたね。やるなこの人と、もう気合入ってんなっていうね、で今回ってその自民党が英雄って入れてるということも、なんか僕らのレベルで言うたらね、なんか、うん、まあもう民主党はなってなって、まあ自民党みたいなノリでもあるかもしれんっていうのはテレビでも石破さん言ってはったんで、それはそれでちゃんと受け止めてやっていきますとは言うてくれてるんで、はい、まあどうなんでしょう。でもね、まあ、本心はえらい喜んでると思いますよ、そら。よっしゃ言うてるんですかね、はい、言うてる看板の後ろで、まあ、幹事長っていうのが要は選挙の元締めなんですよ。あはあはあ、幹事長が大体選挙の責任者なんです、うん、最大責任者は石破さんだったんですね、うん、なるほど。俺のおかげで勝ったんやでって絶対思ってると思うもうボードの裏ではイエスイエスイエスって言ってるかもしれないですけどね、真面目な顔で、もうそれは真剣な顔してるけど、だって顔赤かったもん、うん、そうですよね。だからもうちょっと期待してます、自民党さんにはね、うん、はい、一方民主党なんですが、壊滅的な大敗を喫し、野田佳彦総理大臣は昨夜遅く党代表の辞任を表明しました。野田総理が掲げ挙げた比較第一党に遠く及ばず、1998年の決闘時の93人も下回る壊滅的な大敗となってしまったわけなんですが、民主党代表の野田総理大臣、敗北の弁は1分ぐらい。このような厳しい敗北に至ったその最大の責任は党の代表である私にございます。その結果を重く受け止め、民主党の代表を辞任をいたします。その旨、先ほど幹事長代行副総理にはお話をさせていただきました。なるべく早い段階に
両院議員総会を開き、新しい代表を選び、新しい代表の下で当選をされる方、残念ながら落選された方も含めまして、民主党の再生、改めて国民の皆様に信頼をされる、ご期待をいただける政党となるように、そういう体制を一日も早く作ってほしい、そういう思いをお伝えをさせていただいたところでございます。まあ、この後記者からの質疑応答があったんですけどもね、はいはい、もう1個ぐらい質問があって、うん、で、はい、次ありますか、なければもう終わりますって言って、あら、怒ったように返ってしまった。いや、何怒ってくれてんねんいう話ですよね。こっちが怒りたいわいう話ですもんね。そうですね。で、あの人が言うてることが、そない国民に響いてへんかったでしょ。うん、だから何言ってはんねんみたいな、うん、それがやっぱりもう、ちゃんと分かってなかったでしょうね、多分ね、うん、この方自体がね。そうかもしれないです ね。もうなんか、えらいすまへんでしたぐらい言うてくれたよね。あ、ごめんかけました言って、最後僕やからもう謝っときますわみたいなね。寒い時期の選挙でね、なんであの日に解散したんだろうっていうふうに思ってる議員の人たちも大勢いると思うんですけど ね。今日僕区役所まで入れに行きましたもん。当日ちゃうかったから。ああ、期日前投票200円かかりましたよ、駐車場代。そうなんだ。かかりましたよ。あ、じゃあなんか見せたらダメ、通れるとかじゃないんですか。このシステムなかったと思いますよ。200円は払わなきゃいけないんだ。払わなか、僕払ってもらいましたけどね。そうですか。はい、日本維新の会です。第3党の議席を確保し、第2党も伺う勢いです。橋本代表代行の声です。これはもうね、民主主義ですから、多数決ですからね。今回の自民党さん、公明党さんの、に対する支援、応援といいますか、これは国民の意思ですから、そこが中心となった政治になるでしょうね。ですから我々は次にね、政権政党に対してのきちんと対抗できる勢力を今度は我々側で作っていかなきゃいけないですね。ただこれはね、野党は何でも反対っていうのは、もう僕はそういう政治に嫌気がさしていましたから、今回の大きな国民のその意思に沿った形でね、政策協力できるところは協力しながら、そういう人たちとやっぱり政権政党に対抗できるようなグループを作っていかなきゃいけないと思いますよ。でもその、はい、53ですか、それぐらいまで来ているので、うん、政権政党に対抗できる勢力にとりあえず今なってるんですよ。いや、大したもんです、ね、大したもんなんです。本当に大したもんなんですよ。一方で、未来の党のみ悩みました。未来の党の加田代表の声は28秒。11月27日に琵琶湖宣言出して、そして公示まで1週間、今まで、20日近くですね、本当に日がない中で十分に訴え切れてなかったなというところが反省でございます。ただ私たち、議席は少なくても一歩踏み出せたということで、このあと二歩三歩と次に向けて踏み出していきたいと思っております。これまでに決まっている議席数なんですけどもね、はい、兵頭さん、はい、民主は56、うん、自民が292、公明30、維新53、今の未来は8、共産は8、社民が2、みんなもちょっと躍進してますね、はい、18、うん、その他が7となりまして、うん、残る議席はあと6つということです。大敗を喫した民主党では、現職の閣僚経験者などの大物が小選挙区で次々と敗れました。現職閣僚では、大阪7区で藤村官房長官、新潟5区で田中真紀子文部科学大臣、大阪12区でタルトコ総務大臣が敗れました。また東京18区で菅前総理大臣が敗れ、徳島1区で仙石元官房長官、大阪11区で平野前、文部科学大臣が敗れました。小選挙区新潟5区で敗れた民主党、田中真紀子さん敗戦の弁です。今テレビ等でですね、ご覧になった通りの結果でございまして、本当に私の努力不足でもございますが、皆様からは大変熱烈な、とても立派な選挙をしていただきました。敗戦という形になりました、田中真子さん。もう田中王国ついに敗れるということですね、新潟では。これある意味歴史動くみたいな感じですよね。だと思いますね。で、我々の番組の中でお伝えした後に決まった近畿の小選挙区の当選者です、はい。大阪4区、日本維新の会新人の村上正俊さんが当選。
大阪8区日本維新の会新人の木下智彦さんが当選、大阪9区日本維新の会新人の足立康さん当選、大阪10区日本維新の会前職の松並健太さんが当選、大阪15区日本維新の会新人の浦野康人さんが当選、19区日本維新の会新人の丸山穂高さんが当選しています、もう大阪ですから、競って競って最後は維新というところ、そうですね、ドドドッと来るっていう感じですね。兵庫1区自民党元職の森山雅人さんが当選、兵庫6区では自民党新人の大串正樹さんが当選しました。小選挙区では市村光一郎さん民主党前職敗れています。京都3区自民党新人の宮崎健介さんが当選です。京都6区です、民主党前職の山野井和則さんが当選をしています。滋賀行きましょう。滋賀1区自民党新人の大岡俊孝さんが当選しました。大岡俊孝さん自民党新人です。滋賀4区自民党新人の武藤隆也さんが当選しました。奈良1区民主党前職の馬淵澄夫さんが自民党新人の方を僅差で破っています。和歌山1区、民主党前職の岸本周平さんが当選しましたと、うん、11時以降に決まった小選挙区、近畿での小選挙区の当選者をお伝えしたところなんですが、はい、まあ、小選挙区制っていうのは、はい、こういう触れ方をするんだなということが、うん、一つ明らかになった感じがしますね、うんうん、やっぱり一つ強いところがいったらドーッとそこへ流れるというのが、まあ、日本中の流れの中で大阪はかなり維新がやっぱりしっかり頑張ったということになりますね。まあ、ここでやっぱりちょっと人を払うというか、この今の政局にちょっとこう風吹かせていただきたいですけどね。この後、まあ、来年になりまして7月にはね、うん、衆議院選挙ではない方の参議院選挙が行われます、はいはい、で、ここでどういうことになっていくのか、そこからが次の政権のしっかりとした足取りになっていくというか、そこでまたねじれが続くのかということにもなりますから、おそらく維新もあるいは未来の党も、はい、民主党もそこに向けての今度選挙のアピールということをしてくるでしょうね、うん、なるほど。まあいい感じで7月を迎えるように自民党さんもしていただきたいですけどね。そうですね、うんもやずもそこにっていう感じに、うん、そうするとまあ安定するということにもなるでしょうけどね。わかりました。今日は一日ご苦労様でした。どうもありがとうございます。 ABC の堀江アナウンサーでした。兵庫大輝のラジオ大好き1008ABC Radio。 欲しいもんあるって言われて、そんな急にお前コンビニやったらね、わかりますよ。そんな言うたってな、最低限しかまだこれも揃えてへんねんで。ピリコロキャー、おいしいから。俺ね、ちょっとこの人まあまあアホちゃうか思ったんですけど。それで買えやってなったら、そこでやっとそれで買えやってなったら、僕はね、お金でやってないです。兵庫大輝。兵庫大輝のラジオ大好き。ラジオ大好き。ラジオ大好き。兵庫大輝のラジオ大好き。1008kHz ABC ラジオがお送りしています。兵庫大輝のラジオ大好き。1AABC ラジオ。始まりましたー。兵庫大輝の。はい、始まってたでしょ。始まってました。始まってましたけども、なんかもうラジオやから絵面分からへんと思うけど、うん、もう面接に来たおっさんみたいな形もうスーツバシッと着た堀江さんの前で汚いバーカー着たおっさんがずっとうなずいてるというか、まあ選挙やったからね。そうでございますよ。さあというわけでですね、今日も前回に引き続きまして、うん、心の師であります、後藤宏さんとティーアップ長谷里でございます。どうもです。こんばんは。ねえ、前回は大好評だったらしいですよ。え、本当に？はい。
グダグダだったじゃないの。あのグダグダ感、グダグダ感がええんちゃいますか、後藤さん。よかったですか。よかったんちゃいますか。新宮の悪口ばっかり言って。お前が NC や。なんでやねん。来ませんって。なんで、ちょっと待って。新宮遠いってあれ何回言うたよ、あの放送で。お前もあかんかった思うで。あれはですか。いや、いろいろとあかんかったとは。いや、あかんかったはずや。そうですか。絶対そうや。でも深夜ラジオはあれでええんちゃいますか。いいですか。だからね、うん、まあ、ハンセニーの、うん、わけわからんトークと、うん、後藤さんのしっかりしたトークが融合し、うん、よかった言うてちょっとお前あかんで。何がですの。ドア玉からあかんで。ドア玉からいかん。おい、何があかんかったの。人の嫁が浮気してるとかそんなことばっかり言うと。しとるわそんなもん。 お茶飲んでる時にしとる言うな。しとるわ今もそろそろや。おか、何を言ってるの。絶対ませんよそんなんな。まあ後で言うけどな。言わんでよ。いや最近の女性は強いよ。強いですね。うん、まあ確かにね、うん、もう本当に強いと思いますよ、うん、なので。いやでもね、女性が強いのか、うん、男が弱なったのかっていうのは後でちょっとね、俺ちょっと吠えたい。あ、いいですね、うん、吠えたい。この理論でいうと、後藤さんの理論でいうと、はい、やっぱり男が弱なってきてる感はありますよね。ありますね、うん、で、弱い男を女性が求めるようになっている。そのニーズに合わせて、ね、より多く交尾するために、うん、メスのニーズに合わせてお寿司が変化をしているな、うん、その通り。これまだ後半は深く長谷兄が語るよ。俺は語りますよ、ね、語るというか吠えるよ、はい、吠えていただきましょう。今日はですね、コーナーをご用意しております、はい、前回好評だった、若手新幼生から、本日はなんと20時からツイッターで告知して、はい、21時半までの募集で、うん、来た若手厳正なる審査で、7組選ばせていただきました。7組も来てくれてんの、はい、もう申し訳ない。前回の粗品ギリギリで開きませんでしたですね、うん、あ、そうか、もう粗品ごめんな言うてね。あーはーはーはー。さあそしてですね、うん、なんと今回はスタッフの投票により優勝者を決めます、うん、まあ若手が集まってから、はいはい、優勝者は何がもらえるかを発表したいと思います。将来こっからスターが出たら面白いよな。いいですよね、うん、この番組からとかいうのがな、ね、あれがもうやる気になりましたみたいなね、うん、はーはー。そして前回もやりました、うん、女性限定喘ぎ声選手権。これややるんですか。やります。好評やん。でもね、前回好評って皆さん覚えてありますかね。お一人だけです。そう、最初の1人で。あとみんな降りてったじゃん、あれ。俺今日ここ岸名な、はい、あの前回の登録いただいてね、はい、あの喘ぎ声をね、うん、聞かせていただいたんですよ、はい、爆笑してしまいました。そうですね、高速車線変わりそうになりました。ほんまに。マジですごいですよ、うん、これあとですね、まあ、後藤さんのですね、知識の泉というコーナー、ハセニーの吠えたるでというコーナー、はい、そしてですね、今回のテーマは私の周りのうざいやつ、このですね、メールもどしどしお待ちしております、はいはいはい、メッセージも、まあ、後藤さんに対するメッセージ、ハセリに対するメッセージ、私に対するメッセージ、はいはい、何でもいいです、うん、であの夜中喋りたいいう方、はいはいはい、この時間までだって喋れるでっていう方は、おうおうおう、ぜひともですね、うん、ちょっと電話番号を、あ、電話で、生で喋ってみようじゃないかと。いいじゃないですか。そしてなんと今回は5万円分の商品券をスタジオにご用意いたしまして、うん、メールが採用されたり生電話に出場していただいた方に、はい、山分けで配っていきます。あ、すごい。すげえ。今ラジオで5万円ですよ。ゲーマン。ゲーマン。ゲーマン。業界用語で言わない。ゲー、おい、ちょっと待って。はい。それ。あー、来た、来た。来ましたよ。箱に入ってます。商品券が。うわ、ゲーマン入っております。ゲーマンやで、おい。すごい。これ多分ね、ちょっと待って。はい。おいらのギャラ、へすられる？俺らのギャラ、へすられるとかじゃなく、多分、うん、今、ラジオの予算で、5万円だった、うん。ないよ。ないですよ。ないですよ。ないよ。レーティングでもないよ。本物です。この番組のプロデューサー、うん、兼ディレクターの藤井さんが、うん、多分、あの、忘年会のビンゴかなんかで当たったんですよ。おめでとうございます。おめでとうございます、本当に。ねえ。だって言われへんけど、他の局なんてあの持ってきてくれませんかって言われるタレント本人に。わかります。僕もやらせていただいてますから。こーら、これでも、いやでも聞いてるぞ。おる。5万円っていうのが、はい、1000円券が、50枚ありますよ。だから山分けするにはこれ多分いくらでも逃げますね。もうちぎって、ちぎっては送り、ちぎっては送りですよ。本人だって。あ、これ一冊ずつなんですか。そこからもいいでしょ。ここからちぎってってもいいでしょ。さあ5万円分をドドンと皆さんに送りたいと思います、ね、俺もええかな。なんでよ。俺もええやんか。あなた、あなたぐらいのベテランね、ラジオ出て商品券もらって帰るとアウトでしょ。帰り道楽しいか、そんなんで。
おい、ひろし、おい。ひろし、おい。ちょっと、今の良かったからって言うて2000円とか。いいの言ったら、俺らも商品券もね。そんなあかんの？あきませんで、皆さん、聞いてる皆さんに、ドーンとプレゼントということでございます。ドーンと。何でもいいです。はい、もちろん番組特製ステッカーもプレゼントします。いろんなメールを送ってきてもらって、採用されたら何ぼかもらえるかもしれません。そしてですね、今からドドンと番組始まるんですが、前回、先ほどもちょっと触れましたが、営業へコンテストで約お一人だけ送ってきていただいた方いらっしゃるんですけども、その方がなんと今回またメールいただきまして、あのラジオネームもう卵の産めないウミガメという切ないラジオ切ないラジオネームで来ております。切なない。なんと、もっぺんあえがせと。もっぺんあえがして。もっぺんあえがせろと。その言葉で。で、ディフェンディングチャンピオン。ディフェンディングチャンピオン。ノーチャレンジャー。その階級で一人しか選手がいないやつだもんね。言うたってディフェンディングチャンピオンやから。そうですよ。これはもう、オープニングアクトとして、あえでいただいて、ズドンと行きましょう。行こう行こう。さあ。これですね、もう卵の目なウメガメさんはもう送ったことも忘れて寝てる時がありますよね。これもう好きやわこのコーナー。さあかかるんでしょうか。さあね、卵の目なウメガメさん、ウメガメさんでもう二人称として呼ぶんでしょそれ。はい、そうです。そしてあの年齢詐称36歳ですって書いてますけども、もしもし。はい、ご無沙汰しております兵道ですが、あ、こんばんは。こんばんは。こんばんは。あの前回ディフェンディングチャンピオンにですね、あの選ばれまして、まさかのですね、約1名の参加というですね、はい、あ、大変な応募数の中から選ばれまして。そうなんですよ。お前な、見習え今のコメント。大人ディフェンディングチャンピオン、ね、そう、たくさんの応募の中から、ねね、さ、前回は、ご主人はどうなさってるんですか言ったら上で寝てますってありましたけども、今回ご主人は、あ、上で寝てます。あれ以来ずっと、あの厳粛な選挙結果の後に喘ぎらかして、はい、堀江さん聞いてて嬉しかった。厳粛に、つつましやかに行われて、はい、よろしくお願いできますでしょうか。喘ぎ神と今からお呼びさせていただきます、はい、さあそれでは、オープニングアクトでございます。この番組4時半ぐらいまでノンストップでいきたいと思います。それではあえぎ、よろしくお願いいたします。はい、行きます。いただきました。それでは番組スタート。ありがとうございました。ラジオ大好き 1008 ABC Radio。 わ、ピルピルスキャー、美味しいから。欲しいもんあるって言われて、そんな急にお前コンビニやったら、ね、分かりますよ。滑って揃えてじゃなくて、って言った瞬間に不条理な消え方、奥さんのあるわそれと思ったんですけど、そんなん言ったってな。最低限ってまだこれも取れてこないんだよ。兵道大輝のラジオ大好き 1008kHz ABC ラジオがお送りしています。僕はね、お金でやってないです。さあ今回もあえぎ神にあえでいただきましたが、ちょっとひねってきましたね。あはーいうの久しぶりに聞きましたね。やっぱりあの劇作家としてなかなかあえぎであはーんって書いちゃいけない言葉ですね。書いちゃいけない、書いちゃいけないです。作家としては、ね、厳粛な選挙結果の後に、あはーんが来たということで、これが深夜でしょう、ね、これが深夜でしょう。やっぱりじゃあですね、はい、もう、卵の産めない海ウミガメさんにはですね、はい、2000円送りたいと思います。2000円。だってちょっと少ないでしょ。ちょっと厳しいわ。こんだけ俺らを笑わせてくれて、で3人でやってる番組とはいえ4人目でしょ。そう。2回しかやってないレギュラーで出てるのは。わかりました。しかもほんで、あの上げてもいいという方は手挙手でいきましょうか。はいはいはい、はいはい、それでは、この方おいくらでしょうか。上げていい方どうぞ。はい、はい、満点3000円プレゼント。あ、そうやで。3000円
てもね。ねえ、なんか俺自分のポケットから出したいぐらい。出さないでしょ。出さないね。持って帰る言うてたの。だから気持ちを言うただけの話やろ。気持ちだけやったら言わんでええやろ。超えてる。ねえ、もういっぱいですね。応援メッセージもいただいておりますよ。こちらですね、ラジオネームスルーメイカさん、43歳、主婦の方、はい、まさか石破さんの声で始まるとは、意外。今日の番組めっちゃおもなる予感、最後まで楽しみにしてます、頑張ってというのをいただいておりますね。だって石破さんってあの宇宙人の存在を肯定した人ですからね。それであの喋りも自分が宇宙人みたいな喋りになったりしますけど、有権者の皆さんに石破さんすごいですね、あの人ね、宇宙人をもう面白いキャラやもん ね, ねもう。さあ2時を回りましたんで、今日はですね2時30時と、メイド地方というのを用意しております。2時を回りましたんで、メイド地方のコーナーです。2時過ぎたわよ、ちゃんと起きてるの？まだ2時回っただけなんだから寝てんじゃないわよ。ちゃんと聞いてくれなきゃ目がにじんじゃうんだから。ちょっと何想像してんのよ。にじんでるのは目だけなんだからね、勘違いしないでよ。もういかにしておっさんのリスナーを引きつけるかという作戦を、死に物狂いな感じですね。みっともないという、僕がみっともないということでございますがね。なるほど、これが始まって、はい、1時間おきにこれが、はい、3時もまたありますんで、皆さん別のバージョンがあるんですね、今度は、はい、楽しみにしてます。全く時報やなかったね。全然時報じゃなかった。時報が1分かかるとおかしい。変わってるで時間。ほんまや、どういうこっちゃ。さあこういうことをどんどんやっていきますんでですね、皆さん何でもいいんで電話かけてきてでもいいです、うざいやつがおっと教えてください、はいはい、そしてまだまだあえでやるぜという方はですね、こちらですね、メールは love@abc1008.com、love@abc1008.com までどしどし応募してください、お願いいたします、はい、さあちょっと落ち着いてきましたが、うん、もうこの2ヶ月決まり事はもう全て言うた、はい、大体言いましたね、はい、了解。まあ、いっぱい、いただいておりますけど、おうほうほう。でもこの2ヶ月、なんかありました？何にもないな。あったけど、はい、だから唯一あったとしたら、はい、車がね、はあ、両方機嫌悪いのよ。そうね、車を人みたいに言う人なかなかいないです。僕の前機嫌悪いのよ今ね、いかつい車乗ってますもんね。いやほんでね、おとついやったっけ、はい、兵道のイベントに、はい、出ていただきまして、出させていただいた時に、はい、打ち上げ終わって、はい、代行で帰ろうと思って、はい、代行の人が来て、マネージャーさんも来て、はい、さあこれに乗ってくださいねって言ってエンジンかけたら全然エンジンがかからないんですよ、はい、で代行の人もあのタクシーで帰りはったらって言ってって言って、はい、ほんでお前のマネージャーは爆笑しながら、はい、お疲れ様でしたってどっか消えていったんですよ。言うといてくれる、あのな、はい、車がエンジンかからんかった時は、はい、大丈夫ですかが普通やと。そうですよね、うん、そうですよね、うん、爆笑しながら、はい、お疲れ様でしたっていうのは、はい、どうもおかしい。あれはでもね、それまで8000人の話をいっぱい聞いてたんですよ、うん、人生というものを打ち上げで、はい、うちのマネージャーもさすが8000人やな思って、うん、どう送りした時エンジンかかれへんかった瞬間、うん、げんなりした言ってましたね。このおっさん何やねんって、そういう長い振りがあったんです。急に笑ったわけじゃないよ、ね、そうなんです。え、あんだけええこと言ってたのに、うん、あれあかんわやで、あぶきから前に出た、もうエイリアンのね、ちょっとグッと出たみたいな歯茎を見ながら。そう、ほんでそう、そのイベントもね、はい、僕悔しい、これは鼓動に言いたい、うん、な、あのね、作家ね、長谷川さん、あの今回は長谷に、うん、あの真面目に、うん、いやでもちょっとぐらい笑い取らなあかんやろ、いや、うん、笑いはそんないらないんです、うん、このイベントは、うん、ちゃんとしたことを言っていただいた方が絶対お願いします、はい、分かったって言って、うん、僕は行ったわけですよ、はいはい、あのイベントに舞台に上がったわけですよ、はいはい、ガンガン兵道笑い取りに来るんですよね、で俺はそんな笑いを取りに行ったらあかんって言われてるから笑いを取れない、はい、このもどかしさ、
はい、イライラさ、はい、ね、酒の量増えたわあの打ち上げ。これはね、後藤さんに言うたらよく分かっていただけると思うんですけど、何ですか、やっぱホームゲームの方が優位ですよね、うん、ああ、そういうことですね相手をまず潰しといて、うん、で、ね、でこっちは優位に展開するという、おかしいわなんか今日野球やるでってついたらサッカー場やったみたいなみたいな、あれ話言ってませんでしたいやでもお世話になりました、ありがとうございます。いやいや、とんでもないです。後藤さんこの2ヶ月も遊び倒したんじゃないですか。まだ遊んでます。あ、そうや、ま、昨日まで遊び倒してるもん。おいおいおい、はい、だって俺横浜国立競技場に準決勝行きました、チェルシー対モンテレ。もうメールずっといただいてまして、で今日決勝やったのに、その話したいのに、はい、長谷兄がなんか録画してるから、そう、見てないから言うな、ごっつ嫌やわごっつものすごいめんどくさいですよ、めんどくさいですよね今だって、もうねだからその話ものすごい、だって俺今チェルシーのユニフォーム着てるんですよだから僕は今ね、過去の人ですから、はいはい、今ね、はい、言われたように、はい、これはもう録画してねえから言わんとってほしい。わかりました、言わないです。だからこれ、はい、メールとかでももらわないように。そうよ、ね、今日の、サッカーの結果はコリンチャース、いらん、いらんで、そんなアホな バーカって言うで俺はそんなバーカぐらいだったら言うたりたいねえ、で、まあでもね、そういうウザいやつっていうのも最近ね、今回は募集しとるんですけど、うんうんうん、でまあこの中のキングオブウザいやつを変えてきてくれた方が、はいはいはい、ウザいやつをプレゼントしようということで、うん、ウザいやつをプレゼントする、はい、物をね、あ、物ね、5本指のソックスとかね、 あとごつ硬い皮の柑橘系とかね、 あれもう剥いたものの酸っぱいっていうオチ分かってんのに剥いてまうとかね、 あとワンピースの最新刊も、これは表紙を剥きまして、うん、お送りするというそしてですね、寡黙な男、うん、うちのスタッフの小玉っていうのがおるんですけど、小、うん、玉がおすすめの場面に付箋を貼っております。なんかいっぱい挟まってる、本当このまま小玉が読みまして、この感じいいよねっていうのを全部付箋に貼りまして、なるほど、これ友達から借りた時にものすごくうざいパターンだね、なあこれ、これはもう、ものすごい、これ何枚ぐらい付箋がついてますか、うん、10… 小玉感動シーンなんですかね、もう10枚ぐらい、10枚以上ついてますね。10枚以上ついてるわ、それ。はい、ね、あ、そして、ね、その付箋のところにパラパラ漫画を描いてるという、本当うざいことも、ね。またうざいな、それ。これをですね、詰め合わせで送りたいと思います、ね。さあ、まず、ちょっと何個か紹介してよろしいでしょうか。はいはい、まずこちらでございます。こちらですね、うん、ラジオネーム、石橋さん。はい、こんばんは。これ嬉しいですね。勉強中に聞いてる高3ですと。わあ、嬉しいね。いいな。私の周りのうざいやつは、うん、大阪の電車のマナーが悪い人、うん、本当に腹立ちます。うん、腹立つのに。いやいやいや、あんたもそこそこだぞ。待て待て待て。待て待て。優先座席で携帯を触る若者、おにぎり食べ出すおばはん、車内電話するサラリーマン、うん、ふざけんな、バーカって書いてた。おー、バーカーいうところは俺と似てるな。でもマナーね、どうでしょうね。あるね。うん、今でもおばちゃんとかカバン置くね、掘るね、4人席に。あ、なんなんですかね、うん、俺は今ね、最近ね、電車乗るんですよ、はい、祇園花月の時はね、はい、いちいち新大阪からね、乗り換えて行くよりか、在来線で行った方が僕はちょっと地理的に便利なんで、はい、新快速乗るんですけど、はい、まあ怖いね。あの京都からの帰りなんて特に、あ、帰りなんですか、それは、うん、やっぱり行きしじゃなく帰りが怖い、うん、へえ、うん、あれでもあれですよね、僕らはもう芸人目線で見るから、うん、うざいわとか、うん、性格的にもありますやん、うん、腹立つわとか、うんうん、後藤さんうざいって感じることあんまないんじゃないですか。ないです。なんなんですかね。いや、例えばその電車のマナーなんて、はい、世界で比べたら、まあね、日本は最高にいいですよ。でも大概物食ったり電話したりメールいじったりとかしますけど、そんなんじゃないらしいよ。そんなんじゃ、もうだって鶏抱えてたりするからね。ほんまほんま、ね、本当に、うん、鶏抱えてます。鶏抱えて、市場で鶏買ったのを抱えてて、はい、あとなんか変な死んだなんか生き物みたいなの、うん、足持って、まあ、食料という名の死骸を持ってるわけですよ。そう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 、うん、あとトイレとか平気でするみたいよ。そんなの知らない。それはどういうの。でもほんまほんま、おしっこぐらいやったらしてしまうらしいよ、ある国では。あ、そうですか、うん、真夜中の最後の京阪電車とか乗ったら
特急かなんかだったら時々あの通路でする人いますよ、ね、まあそれが普通に日常茶飯事に行われてるような国があるらしいですよ。で後藤さんに関しては別に電車で日本の地下鉄とか在来線レベルでやられることなんて、うん、海外と比べれば可愛いもんやみたいな。可愛いもんです、うん、でも昔おったよね、おっぱいあげてるお母さんとか。ああ、いました、いました、ね、締め替えてるお母さんとかね、いた、うん、考えたら、うんうん、おったおった、お、え、そうやん、おったやん、ほんま、うん、でだって快速電車なんて灰皿ついててタバコ吸えてたやん。そうそうそう、吸えてたわ、吸えてたやん、ちっちゃいコリンってなるやん。そう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 、ほんでビール飲んでタバコ吸うで移動してましたもんね。そうそうそう、うん、してたやん。沢田研二さんが主人公だった太陽を盗んだ男っていう映画で、はいはい、普通に山手線でジュリーがタバコ吸うし、あ、もう多分ゲリラ的に撮ってるのかもしれないけど、そう、また昔は ね、そんなことが、映画館なんかバシバシ吸うてた、バシバシ吸うてた、ね、うん、バシバシ吸うてた、今なんかも全然ダメですもんね。そうや、まあ、タバコに関してはね、ちょっと一気に世の中が変わっちゃったから、変わりすぎて、あかんて、ね、電話をずっと何電話で喋り続ける、はいはい、なんてこと、本当はでもトンネルに入るたびに日本は切れるでしょ、はい、でもソウルなんてとこはもう全域が Wi-Fi エリアで、あ、地下鉄の中でもだから電話は切れないです、あの LINE とかの通話をしてて、そうなんですか。そう考えたら出遅れたって思わないですか、日本が逆にトンネルのたびに電話が切れるぐらいだったら、ね、ちょっとはずいな、それを覚悟でやってるんでしょ。そうですよね、日本の人たちは。だって新大阪からあっち方面、西方面に行くときなんてほとんどトンネルやからね。そうそうそう、あ、そうやそうや、どうしようもないね、あれ。まだマシになりましたよね、まだマシになったけど、新神戸のトンネルのとこ、うん、昔も乗ったら、うん、もう県外ですよね、はいはい、だってな、俺なんてね、遠くの営業とかね、はい、九州とか方面からの営業ね、だいたいね、岡山過ぎたあたりからね、ムズムズしてくるんですよ。何を言うてんの、何がやね、今世界の地下鉄の話やんか。いや、だから今日お姉ちゃんとどっか飲みに行きたいなとか、それあるあるやんか、疲れてる男のあるあるやんか、やんか、それが岡山あたりで、なんで九州から帰ってくるときに、うん、岡山あたりまで朝日芸能レベル呼んでるだけでもムラムラしてるみたいな。あれね、人間ってうまいことなってて、それは後藤さん知ってると思うけど、ああ、人間疲れたら、ああ、自分が死ぬと思って、はい、子孫を残さなあかんと思うねんて。でもね、うん、東京大阪間も2時間半ぐらいじゃないですか、うんうん、で九州博多、うん、大阪間もそんなもんじゃないですか、うんうんうん、乗ってる感じは一緒やし、うん、仕事内容も一緒やから、うん、疲れてる感は一緒やのに、うん、やたら山陽のね、新幹線、ね、やっぱりね、トンネル多いからちゃう、トンネル多いから、こう暗くなったらやっぱりこう、そのあ、死ぬとか思うんちゃう、分からんけど、分からんけど、ふんで、なんか知らんけど、岡山過ぎたあたりから、ちょっと、あれじゃんすか、参道を通るとか、そんなノリじゃないいや、分からんけど、生まれてるの、気分に。なんか、生まれてるし、なんかもうこっちこっち行ったろうかなみたいな、やっぱりみんななるでしょ。いや、俺は疲れなんとかってなるでしょ。僕はまあ、ことはありますね、はい、九州からの帰りの新幹線はやたらなりますけど、ね、うん、なるね、不思議でしゃあないけどな、うん、困んねん、だからちょうど岡山あたりから全然電話つながれへんのまあね、うん、まあでも今回、まあ、そう思ってね、まあ世界にしたらまあええみたいなもんでね、まだ軽いもんですから、そうそう、じゃあこの方商品券なんぼしましょう。そうですね、でも学生やからそんな予算あげたらあかんね、厳しいな、学生に、学生やからあげたった方がええんちゃうの、学生はそんなお小遣いあげたらあかん、遊んで前勉強せなあかんのに、そやろ、1000円1000円1000円ステッカーだけ、ステッカーだけな、ちょっとそれはひどいわ僕高3出てた時の2人のリアクション、うん、いやー嬉しいな言ってるステッカーだけって、後藤さんに決めてもらいましょう、後藤さん何本あげましょう、1000円あげましょう、1000円、はい、おめでとう。さあ続きましてですね、うん、こちら、私の周りのうざやつ、ラジオネーム早起きママさん、今年娘が入学した小学校のママ友がうざいです。娘さんをどっかの劇団に入れてるのですが、うん、明日は〇〇のドラマに出るからとかしょっちゅう自慢げに言うてきます、うん、全部エキストラで映っても 0.2 秒ぐらいなのに、うん、いちいち知らされても困ります、うん、何よりそのこと、あー、うざあ、神田さんに似てんねや。いや、かなりの、うん、か
かなりの、うん、あれですよ、顔の作りですよ、うん、関西師匠っつったら、うん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 、でもどうなんかな今のあの子役ブームってね、で言うたら、うん、たまにね、うん、もう僕らもオーディション、うん、ほんまにこの世界で2回ぐらいですよ、うん、子役の方オーディションしなあかん状況になった時に、うんうん、みんな一緒のように見えたりしますよね、なんかこうハキハキ喋る、笑顔みたいな、うん、もう動きも全部一緒だし、うん、ああいうものになってくるんですか、ね、子供はやっぱり教えられたことをちゃんと再現できるから、うん、その事務所によって事務所の教育それぞれでしょうきっと、ああほんな事務所のカラーが出るってことですか、おそらくそれを、うん、教えてくれる人たちの、福ちゃんはまだええと思うわ、うん、あんこはね普通の子供かなとかも、うん、後の子役の女の子なんてね、うん、もうなんか腹話術みたいやん、ああ言わされてるっていうか、うん、はあ、なんどうなんやろ、でもあんな見てちょうど1年ぐらい前の紅白はまあ芦田愛菜ちゃん紅白出てましたもんね、確かね、ああ、そう思ったらまあまだ CM でも出てますけど、うん、だんだん露出もだんだん減ってくるわけですから、うんうんうん、どうなんやろな、こんな自慢げにやっぱだから、うん、皆さんそうですけど、うん、テレビ出てんのがちょっと当たり前なとこあるじゃないですか、うんうんうん、ただ一般の人って 0.2 秒出たことでもすごいことなんでしょうね、そりゃそうでしょうね、うん、そうなんですかね、今もなんかほらなんちゅうの、はい、ハイビジョンとかで自分のん撮れて、はい、うん、モニターに自分が映ってることなんか普通なんちゃうの、だから昔ほどこう V サインはしなくはなりましたけどね、子供らがね、俺らちっちゃい頃は必ず、うん、ね、あの校長先生が、はい、園長先生とかが卒業式撮ってんのでもこうみんなで見て V サインはしたもんだけど、今の子はそこまでないでしょきっと、まあ、でもやっぱりあれなんちゃいます、自分らで映ってるとかよりも、うん、例えばタージンさんの肩越しとかそれってむっちゃ寝落ちあるじゃないですか、うん、あ、まあね、でそういうとこなんじゃないですか、やっぱり出てる俳優さんあんま言ってはんねやっていうのはやっぱり一つあんのかな、やっぱみんな、あでも映りたいやおるな、うん、あの天気予報とかで外に外中入ったらもう後ろでやってるやつだ、そうだからあれやってる子を見ると俺は、ね、あ健全な日本だなと思う、ほんまやね、うん、あれ素通りされるようになったらあかんで、まあまあまあそうですよね、うん、いつ頃からかもう笑っていいと思うのあそこがもうなんかもう映れる時間になってますもんね、あそうなんだ、もうお昼休みはダルタの前からビューって行くとこ、昔はそない映るスポットでもなかったですけど、はいはい、今もうめっちゃ人いますもんね、あーそっか、で僕あれ映りに行ったことありますけど0.2 秒ぐらいでほんまに終わりましたけど、でもそれはめっちゃいいとも出たみたいなノリになりますからね、まあでもまあこの方はどうしましょう、何番あげます、まあ俺はでもそのうざさは納得はいきますよ、なかなかのうざさ、いいですよ、まあ神田師匠にそっくりなんでね、うんうん、今度はもう神田師匠にそっくりの子供って、うん、エキストラの枠からはみ出るんちゃうやろうかそっちも目いってまんちゃうからあなるほどな、ね、誰や今の主役食ってまうんはあ、じゃあどうしましょう小田さん、どうしましょう、2000円とステッカー3枚ぐらいにしましょうか、あいいじゃないですか、ね、はい、はい、2000円とステッカー3枚おめでとうございます、はい、さあ何します、もういいですよ、まだ読みますか、もう一丁もう一丁行きます、何しますみたいな感じなんですか、うん、ラジオ僕これは遊びに来たわけじゃないの何しますこっち行きましょうか、これですね、はい、ラジオネームノーメイク仮面さんですね、お今年の夏に結婚しましたが、すでに旦那がうざいです。あれ？トイレ入った後、便座を上げといてと、うん、何回行っても下げたまま、うん、逆ちゃうんかな、え逆やろな、逆ですよね、うん、あの下げといて手に上げたまま、うんうん、自分もおしっこはうんこの2分の1の確率やねんから、うん、下げといたらええのになんでなんでしょう、うん、男の人と一緒に住むの初めてやから知りませんでしたが、うん、みんなそうなんでしょうか、もしかして兵頭さんもっていうことでございます、当たり前やんけそんなもん、そんなもん張本さんやったらカツ入れるで俺カツ今入りましたね当たり前男は立ってしおしっこでしょ、もうあげるんかな、そんなもん、いや僕も座りますからね、そらお前な、そ座るんがええよ、ほな外でも座ってしてよ、お前家だけ言うのあかんで、いやあのまあまあ外はそうお前家のんは汚したくない、外は汚してもええって、それは許さ、それもカツ入れるよ、
また入りますね。硬い。大体また入ったわ。うん。そう、閉めてやるんやったら、外でも下ろして、大便の方入っておしっこしなさい。でも、うん、外やって、大便の方入ったら、一個こう争うやつが入ってくるわけじゃないですか。うん。そんなやつに対して、かわいそうじゃないですか。いや、そんなもん戦え、そんなもん。そんなもん、一個こう争うやつが悪い。前もってそんなもん。いや、そんなもん。人の腹の具合ほっといたらいいんだよ。いや、あかん。いや、これはね、女の人、だからこの奥さんはあれでしょ、うん、男性と、だから初めて一緒に住むわけでしょ、だから知らないんですよ、うん、男は立てするんです、あ、だから便器をあげる、それやったら男性用のあの縦長のやつを家に置いてってくださいよ。ね、たまにロケで、田舎の方の大きい家行ったらそうなってますけど、そうやろ、そうしたってよ。後藤さん、どっちですか、立ってですか、家で。立ってますよ。お前、めめしいことすな。男は立ちしょんやん。僕もあれですもん、座って、うん、ちょっと NBA 選手ぐらいちょっと前傾になりますね。出せないと、あのね、便座と便器の隙間からおしっこはみ出てパンツめちゃめちゃなんですよ。最悪やな、座ってもあかんやん。だから NBA ぐらい疲れた感じで座って、ケツ引いとかんと。あー、俺はね、最近ね、便器の距離が縮まっていって、最近便器にまたがってるから。なんでやそんな勢いなくなる ?45 で。なくなる。もう、そんなに。あの、前は。座れそれやったら座れ、絶対座らん。俺はもう60になっても座らない。絶対座らない。便器通り越してるんじゃん、60。あの、もし、入院して市民になっても立ってする。寝たままっせ。いや、それでも立ってする。男は黙って立ちんやん。男や言う、うん、これは男だって言うのってあります？そこどうさ、そこ。俺たちしょんや、絶対。男。絶対たちしょん。そうですか。うん、これはね、うん、ひょっとしたら、はい、俺はだから、ヨダ君の言うこともわかるんですよ、はい。結婚してるかしてないかじゃないですか、ね。あー、なるほど、うん。でもね、結婚しても、何？男のあれもあるでしょ？はい。ね、はい、男のその事情もあるじゃないですか、はい、なんで女の事情に合わさなあかんですか。いや、そこですね。だから全部合わせちゃダメですよ。なるほど、うん、でしょ、うん、ただね、この子供できるでしょ、うん、子供がね、見に来よるんですよ、うん、ミスタリーな。いや、それはね、うん、見せてもええものやったらね、うん、どや、うん、パパやで、うん、っていう感じになりますけど、うん、あんまりね、あ、将来、大きなって、うん、彼氏できて、うん、うちの娘も、うん、それは初体験するでしょう、うん、その時に、うん、え、パパって、ってバレるの嫌じゃないですか。あのね、それはお前ね、そんなんしゃあない。それやったら、ちょっと、なんかちょっと想像して、ちょっと半生状態なんで何をわけるわからんことで生やあ、ごめんごめん、ギンギンになっても生やそれ、そうしたらそんな自分のそんなんどうでもええやんか、なんかいろいろ考えるっつって。男の子のなんか、うん、男の子の子供なんか持った日には、うん、もう地獄らしいですよ。なんでだ、線と一緒に入るから、言うたら、ベローンとなってるやつもおる中で、え、パパのはってなられるプレッシャーあったら、なかなからしいですよ。あ、そうな？あ、なるほどね。もう、まあ、普通やったらいいですけど、ちょっとちっちゃめもあるわけじゃないですか、サイズ的には胸と一緒で。まあね、アンダーとトップが違うみたいなノリでね、はあ、僕も、ちょっと待って、どこが男性の場合はどこがアンダーなんで、後ろでしょ、袋でしょ、あ、後ろが、ね、アンダー選手権やったら僕もあんま行こう思うわ、あ、アンダーだけならば、ああ、アンダーが最近ね、1個なくなるときあんのよ、それは、1個なくなるでしょ。でしょって言わないでください。ええって言ってる。シャワー入るときとか、あれって言ったら1個。寒いからでしょ。寒いから。寒いからでしょ。うん。1個なくなる。1個なくなるってのは。ないって。トイストーリーみたいな感じになるじゃないですか。お稲荷さんがね。お稲荷さん。ただ、ブー言うわ。あ、そうか。いや、これはね、俺は何もあげないよ。俺もあげないですよ。あ、これはなし。これで結婚していきなりそのうざいと言っていてはいけないです、うん、あなたにも必ずうざいところがあります。 そこはイーブンで話し合っていかないと。そう、なるほど。じゃあもうなし。これはなしです。これはね、僕は悪いけどちょっと乗れないです。そう、まさかのラジ。例えばね、じゃあね、はい、奥さんが、あなたもお皿洗ってよって、はいはい、いうことはありますよ。はいはい、あります。でもあなたと旦那さんの身長差を考えて20センチあるとしたら、20センチ深く
しゃがまなきゃ腰を曲げなきゃいけないわけですよ、はいはいはい、それは辛いことなんです、はいはい、だからあなたもいっぺん20センチ高い台に乗ってやってみると、はい、旦那さんがどういうどのぐらい苦労してお皿を洗うかがわかるでしょう。なんかだからそういうねちょっと歩み寄りがねお互いにないと、そうそうそう、同じ生き物ではないです、男女だし、うん、ね、はい、なるほど、もうきっちり締めていただきました。締めました、うん、それもうね、1個なくなったとかで終わっとったらね、うん、やばいことです。兄さん兄やん なくなってんねん。やかましいわもう。じゃあ続いてこれ応援メッセージなんですけど、はい、これ大丈夫思うのが1個来てまして、聞いていただいていいですか、はい、ラジオネームひょうちゃんは大丈夫という方でございますが、はい、こんばんは。この間20年もののラジカセを捨ててしまったのでラジコで聞いています。ほうほうほう。今日は、テレビもラジオも、選挙で退屈だったので、うん、心待ちにしてました、はあはあ、最後まで聞きます。ここまではいいんですね。あ、昨日離婚届出しました。お、では楽しみにしてますってぶっこみを半端ないんですけど、これは気持ちいいね。気持ちいいですね。もうスパーッとしてんじゃん、気持ちは。これせやけど、うん、ラジカセを捨てた、うん、旦那とどっち捨てたみたいになったら、うん、ラジカセ先来るんすね、うん、20年のラジカセ捨てたの先来て、うん、人間である旦那捨てた、うん、まあまあ最後までちょっとだけぶっ込むみたいな、うんうん、あって思い出してるもんね、これ、うん、後藤さん結婚してるじゃないですか、はい、で奥様も女優様で、はい、まあ、あの家に行ってたり、うん、後藤さんがおらんかったり、はい、結婚してたら、うん、ハセリーなんかそうなんですけど、うん、あんまりべったり、おんのもどうやみたいな話あるじゃないですか。うん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 、たまにやるとやっぱ新鮮ですか？新鮮ですね。やっぱずっとおったら行き詰まるっていうこともあったりするんですか？今なんかずっとだから東京で彼女は舞台に出てるんで、うん、毎日メールしますね。ああ、そうか。そらだって中華料理屋ポンと入ってよ、地方営業行った時にね、うんうんうん、中華料理もうここでええかとポンと入った時に夫婦でやってんやろな。うん、あのもう仲ええの見たことないで。あれそら、仕事も一緒。夜も一生生活しててカウンターで子供が宿題してるパターンですね、あんなんもうむちゃくちゃ機嫌悪そうに料理やってるやんか。確かに、まあ、そうやな、うん、やっぱ合わへんっていうか、合わへん。あのじゃあ夫婦で漫才やってる人とかってどうなんですか？俺はよく知らないけど、あれもねようやってあると思うわ。でも勝美沙織さんとかごつ仲いいですよね。え、ねえ、なんか漫才じゃないけど、あの内場さんと安江さんも仲がいい。ふりしてんじゃん。ふり？無理ですかね。無理してんじゃん。家帰ったらごっつい仲悪いとか。そら、ね、車の中乗ったらそのテンションではないと思いますけど、うん、ガチャンって、お疲れ様でしたとか言って、ああ、どうもとか、はい、ガチャンって、まあとか、何やとかね、やってんじゃん。そこまで怒らんでしょ。あんまり喋らんだろ、だけで。あ、そう。ああ、そうかな。でもやっぱり、すごい女の人って、すごいな、思ったんが、うん、離婚届出したも軽いですよ。うん。いや、だって女性は、その離婚をの話が出る前からもう気持ちは離婚してるからね、うん、よう言うやん。そうか、うん、お前の嫁も多分気持ちはそうや思うで。いやもう多分そうや思うんすよ、うん、僕ごっつ今日買い物行ったそう梅田、うん、最近行きました大阪駅。あ、俺まだ俺絶対迷うと思うね。もう全然分からへん。分からないね。分からへん。分からへんですよね。あの、なんやったあれ、横、伊勢丹と、うん、ルクアはちゃうものなんですね。はい。ルクア言うの？ルクア言うね。言うんですよ。で、そこにちょっと買い物行った時に、もうイラ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 してね、子供おるし。で、俺一個謝りたかったんが、子供がスイーツが欲しい言うて。で、マカロンにするか。で、一個ね、あの辺にね、英国御用達の、まあ、美味しい、甘いお菓子があるところもあるし、って、いろいろ悩んでたんですよ。ほんで、子供がやっぱりこのバームクーヘンみたいなケーキがええ言うて、どれやねんってなってきて、僕、イラチやから、ってなって、ほんで、ゆいなって言ったら、品のいい奥様が、その買うてはるんですよ。そのバームクーヘン1本を。で、そこに、あ、じゃあ、誕生日おめでとうございますって書いてくださいって言って、店員さんが、じゃあ、今からプレートに書きますねって言った時に、イライラしすぎてて、書く言うとるやんけ、お前、むっちゃ時間かかるやんけって言うてもたんです。あら。ね、うん、その奥様にね、うん、ごっつ謝りたいんです今。誕生日をね、最低やなお前、最低やなそれ。え？俺なんかもう何やったら何、うん、1日ぐらい待ったんだよ、ヒゲ伸びてこようか、そんなもん。いやルクは迷惑やわ。待ったろ、なんぼでも。いやもうお客様あちらでもお帰りください。そろそろ歯磨かなあかん時間でも、俺らもんなもん待ったら、そんなもん。いやだからでも女の人ってギラついてんのに、うん、よう言うなそれっていうことないですか？
例えば、ほんで僕ちょっと風邪気味やから、うん、薬買いに行こうと、うん、駅着いたら、うん、地元の駅着いたら、うん、でも家と逆の方に行かなあかんのよ、うん、でもそれいちいちも荷物も多いし歩くも嫌やから、うん、もうなもうそこだけ行っても帰るでって言うてんのに、うん、ポコっていう靴下やろ、うん、あるはポコも行きたいって言うんですよもうだからってなるんですよ、うん、だからそこだけって決めてイライラしてんの分かってんのに、うん、お前ようポコに寄りたい言うたなってなるんですよ。そんなもんお前逆に嫁に言わしたら何風邪ひいとんねんと結局ねお互い様なわけですよ。この買い物の時に風邪薬嫁はそのまま取るよそんなもん。これ言うていいですか。僕が思ったんですけど、うん、後藤さんは何があってもイラつかないです多分、うん、僕は行ってイラつきます、うん、長谷にそういう場にも行かへんでしょ、うん、だから俺の方がまだ人間にはあると思うんです。まあ確かに行けへんわ。そうでしょ。買い物なんか六は女の人とバーウロウロせえへんでしょ、うん、行けへん行けへんけど慣れたとこは行けへん。でも化粧品屋とかああいうとこは行くよ。ほんで美容部員さんの説明とかにちゃちゃ入れんのすっげえ。あんなとこ一番汚いけどね。後藤さんも多分苦手やもん、ね。うんうん、じゃあだってこう塗ってよ塗ってこっちはねこうでしょ、うん、でこっちはちょっとくすんでる感じが、うん、いや全然分からへんでとか言う、うん、何が違うのもう一回言うてとか言うのは大好き。来なこっち来なそれは好きやけど、いやあかんでお前それは。だからもうその人に謝りたいんですよ。そうやせっかくね誰かの誕生日プレゼントでこうってね、うん、やってんのにこっちの声聞こえてもったという配慮が足らんかったな思って、うん、まあさけど先ほどの方どうしましょう。離婚したということで。離婚したんでしょう、はい、お金もいるんちゃいますか。じゃあ後藤さん。いやいやもうそれ汗に僕はほんなら2000円と2000円、はい、ステッカー1枚はい、2000円とステッカー1枚はい。さあそろそろ、うん、喫煙者としては、うん、タバコ吸いたくないですかそんな理由で番組進めていいですかはい俺は吸いたくないけどお前が言うならなそれはしゃあないそれはしゃあない何が俺はもう何やったらもうバツンと行きたいぐらい。いやいやね、うん、何バツンとバツンとぐんだんもうそんなもん行きたいぐらいやねんけどもう題名もお前が言うんやったらなんで俺のせいにそれはしゃあない、ゃあないもう今回はもうあれですからね、うん、もうコーナーも名前変わりましてね、うん、タバコタイムソングっていうそこまでもう明言してくれたんだ。明言いたします。あそうですか。前回もこの番組はラジオなんですけど、はい、コマーシャルがないので、うん、もうノンストップで1個までノンストップでいけるんですけど、ね、正直ね今考えたらねちょっと正直俺も今イラッときた。何ですか。これ聞いてる人はタバコ吸いながら聞いとんねやろな。そうなんですよ。だからね一回タバコ吸えるスタジオでやりたいな思って。やりたいな。昔ってタバコ吸ってるそのジッポーの音とかを聞きながら、うんうんうん、かっこええなーとかそうだったらラジオ聞いてたら、うん、ねえ思ってた時代があったから一回ぐらいしたいな思うんですけど、まあ実際ご時世なんでね、はい、さんまさんクラスになったら吸えんねやろな俺もここで。いやちゃうどうなみんな藤井さんに聞いてみたら、いやみんな見て見んふりするんやと思うで意外とあこう夜中この時間に外でもうボンボン吸える公園にどれを取ろう吸えるけどごつ鼻声になってるとかそういう状態になったりとか、ボーでマイクでね、そうそう、車のノイズが入るとか。これは何が来たんですか。さあ前回は吹き矢で勝負して、うん、誰も当たりはしなかった吹き矢。そんなんあかんやん。後藤さんの吹き矢の凄さ尋常じゃなかったんで。あれ殺傷能力あるであれ。9番でもあれ殺傷能力あるであれ。なんと、うん、それでちょっとやってみようじゃないかということで、はい、今回はガウガウ。ブルドッグのガウガウって言ったらもうみんな知ってるのこれ。はい、ブルドッグ多分知ってると思うんですけど、うん、ブルドッグがですね知らん顔するんですけど、うん、その前に餌箱があって、はい、骨を一本ずつ取っていくんです、うん、はい、センサーが反応したらガロッて来おるんですよ。そう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 、俺の餌取んなみたいな感じで。ハリー・ポッターの一番最初のやつみたいな、なもうネットのやつおるやんね、はい、あれがグワーッて来る感じで来ますんで、これを当たった方の曲流しましょうか。当てたらいいんだ。当てたらいいっていうことにしましょうか。あ逆にね、はい、うん、さあそれではですね、はい、今からちょっと最初はグーいきましょうか。はい、順番で最初はグーじゃんけんほい、はい、最初はグーじゃんけんほい、あいこでほい、あいこでほい、もうパー出す気あらへんやん変える気あらへんやんパーから。なんで、ね、俺なんでじゃんけんでダメでしたら最初はグーじゃんけんほい、やった。じゃあどうしましょう。何いきましょうか。ほんなら順番で言うたら1番2番3番、はい、さあ、うん、ガチャッと言うて、これ
いつも思うねんけどさ、はいはい、これラジオ成立すんのこれで。あ、ほら寝てるやろ。寝てます、ね、これ意味一晩とやばいですよ。おお、今順番に。あ、ぶんぶん怖い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 
後藤さんの曲を聴いていただきました。後藤さん、これは、うん、これね、大西ゆかりさんが歌ってるんですよ。あの韓国の歌手じゃないんです。あの、なにわのゴッド姉ちゃんと呼ばれている韓国ですね。あの人が、去年かな、今年かな、うん、韓国で、はい、CD デビューして K-POP の歌手としてちょっと待って、これすごいジャケットでしょこれ。いや、 K-POP って言って韓国の人じゃないですよね。大西ゆかりさんですよね、はいはい、それって K-POP になるんですか。どうなるんでしょうね。 J-K-POP、 ね、J-K? でもゼロは演歌やりますよ。ゼロはな、うん、確かに、もう K-POP じゃないですか。ゼロ演歌やけど、あれやで、BK の格好してるで、あれ。格好はね。格好はまあ、帽子もね、クルーン並みに横にかぶってますから、うん、はい、そうやろ、あれですけど。ゆかりさんが、ハングルで、うん、あの、ダウンタウンブギウギバンドの名曲、身も心もというのね、歌ってる。日本語バージョンを聞きたいですけどね。もう、あります。うん、これ同じ CD が日本語版、日本語で全部歌ってる CD と、うん、ハングルで歌ってるものとか2枚出てて、どっちも買うことはできるんじゃないかな、ね。まあ、でも5分ちょっとある曲やからゆっくりタバコ吸えましたけどね。吸えたわ、ね、え、うん、吹き矢やめても結局後藤さんの曲が流れるほんまやな、ね、これ怖いゲームだね。これまたやるんでしょ、ね、やります、やりましょう、やりましょう。というわけでこの後はですね、はい、なんと後藤ひろしとの学べるラジオ、うん、の方向である後藤ひろしさんにですね、今世間の話題になっていることを分かりやすく教えてもらい、僕たち2人とリスナーの皆さんに賢くなってもらうというコーナーです、うん、さあ今回後藤さんから学ぶのは何でしょうか。ね、これ今日さっき渡されたもんの中から1個面白そうなのを選んだんですが、はい、地球を焼き尽くす、磁極反転の時が近づいている。これ、ね、ちょっともうこれだけ聞いたら全く分かんないですけども、うん、これね、あの S 極と N 極が逆転することですね。そういうことですね、はい、書いてあるのを読むと、はい、約200年前には、うん、コンパスの針はほぼ真北を指していたことが残存する地図の記録から確認されているのだが、うん、現在東京でコンパスの針が示す北は西へ7度ずれていたり、うん、して、200年の間に磁力が 10% 近くも減少している、うん。これは何か、僕もアホなので分かんないですけど、これは結構怖いことなんですか。うん、これ、まあ、最終的にここにも書いてあるけど、この磁極反転ということが起こると、うん、磁気のない状態っていうのになって、うんうん、太陽から放出された高エネルギー粒子を、電子レンジで遅延されてる状態になる、遅延になるというわけですよ。で、それがちょうどこのほらマヤの予言である、はい、2012年12月23日。これがこれなんすか。じゃないかと。マヤ歴いうのをこれ、はい、なんか中国の方でこれ言うたらあかんみたいになったらしいよ。パニクってるから言うて。うん。でもそう考えたらマヤ歴のあれってすごいですね。ここまでしかカレンダーがないっていう。ことがどういうことなんだろうというのをみんなこう想像してるだけで、それはもうノストラダムスが一遍外し、Y2K とかいうのをまた外し、どんどん外して、もうやっぱりこれビジネスでしょ。もうこれはこういうことで人に不安を与えようというのは、これをマヤ歴のあの予言と結びつけようというのは、だってね、これね、78万年以上前に一遍この磁極反転というのは起こってますと、ここにも書いてあるんですが、怒ってるんですか。怒ってます。でも人類が生まれたのはだいたい300万年前ぐらいですよ、うん、その最初の人類が、うん、アストラロピテクスとかが、ね、はい、現れたのは。だから乗り越えてるんです、人類は。一辺のチンですか、はい、チンを。だからチンにはならないということですよ。かこれ可能性としてチンになるかもしれないというだけであって、はいはい、か集まっても大丈夫なんかな、人間。そういうことじゃないあのチンですよ、うん、いやちょっと暑なったなっていうぐらいあれどやら暑いですよ。暑いどころの騒ぎ、あれほんまにあの電子レンジの中の状態になったら、うん、一瞬でしょ。まあそうでしょうね。シャッてもうおらんってなるでしょ。もうおちんちんってなったなりましたよ。なってもあれあったかいなっていう感じにならないですよ。人間は大丈夫やったんかもしれへんで、なんなんやろ、なんで乗り越えれたんやろ。ただね、
ちょっと不気味なことがある。不気味というか、はい、ミッシングリンクって、猿と人間の境目というのが分かってなくて、最初の人類と呼ばれてるのもまだあのエンジン的なものだ、はい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 、でこの78万年前の、磁極反転の後に北京原人と呼ばれる、シナントロプス・ペキネイシスというものが現れてきますよ、はい、それをつなぐものが見つかってないです、その前と北京原人を。なるほど、その合間がおらんいうやつですか。アウストラロピテクスですよね。ピテカントロプス、でピテカントロプスエレクトス、うん、と北京原人の間が見つかってない、分かってないです。その時期が判定した時期、北京原人がミッシングリンクなのではないかみたいな話もあるけど、まだもうちょっと微妙なところ、そこの間にね、このねチンがあるんですよ。あらららら、だからそこに関してはひょっとしたら人類が何かこうチンで変わったのか、はあ、何かがあったのかもしれないですね。何かがあってペキネシスになったわけですか。うん、じゃないかな。とその間がないという、間に何があったのって言われたら、これが78万年前の磁極反転があるから。どうします、俺その辺ちょっとで、そっからネアンデルタール人になっていくわけですけど、うん、その北京原人が境目やったっちゅう、うん、怖いよこれ。ここがなんかね、だとしたらマヤの予言が当たるんだとすれば、12月23日に人類が違う生き物に変わるかもしれない。うわ、チーン、チーン、あ、またこれその瞬間武田鉄矢みたいな顔の人ばっかりになるいやいやいや、いや、なんで戻っていくの間がある、進化していってるっていう点なんで戻って戻ったかどうかわからないんなあ、それは武田鉄矢さん知ってるやで。だいぶ早めに武田鉄矢さんチーンになってたかもしれんしね。なあ、なんかな、わかんないです、全くそれは可能性だけですよ、でもっともっとだから地球っていっぱい変わってて、例えば、はい、アフリカ大陸というものはまだあのウェゲナーの言ってる大陸移動説というのも続いてるわけで、はいはいはい、大陸移動は、アフリカ大陸はね、確かね年間に、15センチから30センチぐらいだったかな、北上してるんですよ。動いてます。だから俺たちが生まれた頃のアフリカ大陸っていうのはね、確かね3メーターか4メーター南にあったものなんですよ。あら、すっげえな、あんなでっかいもんが3メートルぐらい動いていくんですよ、じっくり、さっき調べて思ったら500万年後に、はい、完全にヨーロッパとくっつくみたいです。そうするとジブラルタル海峡が閉じて、地中海というのは海じゃなくなって、なくなる、はい、水は行かなくなって、いずれ干上がってという世の中になるだろうと。わわわわ、まあまあ500万年後の世界を見ることはないんですけども、でも俺たちが小さい頃のアフリカ大陸はもっと南にあったっていうことを考えれば、はい、地球なんてどんどん変わっていくわけですよ。うわ、ほらあれちゃう、なんすか、北海道とか四国とかもこう繋がっていってんちゃいますもん。まあちょっと動いてるかもしれませんね、うん、アフリカ大陸は動くぐらいですから。ほんま、明石海峡とかあれ、ちょっと長いでみたいになってきてやで、うん、距離がちょっとグイってなる、グイってなってあのグイって盛り上がったりとかして距離短くなるんちゃう、はい、高速代ちょっと安してもらう。何の話やねんそんな話やないんですひろし地球の距離、今高速料金は距離制になったんですよ。距離制知ってますよ、実質値上げやないかと、ね、そうやろ、ね、お前距離短くなってんやったら、うん、お前、うん、明石教ひろしそうやな、ごめんそのダメ出しは認めるそうか、どうします、チン来たらはずに一人ですって。何かやね、一人だろうが家族だろうがチンはチンやないかよ、そんなもん。なんかもうチンやなって喋りながら行きたいいやいや、一人のチンの方がええやないか、そんなもん。いや怖いで、一人のチンは。なんでどうするって、前チンってなった時みたいなポーズどうするとか、みんなでみんなで喋れますやん。 あそうか、俺一人でチンってなるわけか、うん、チン絶対。だってあの地上波放送終わる時だって何人かで見たかったもんね不安になるというかね、一、まあね、人じゃ見てられないでしょ。あ、そうか見ますよ、一人で。見ました、僕は見ますよ、これからは一人でチンするよ。いや、一人でチンする、一人でチンする。なあ、何かお前ら電子レンジなんか物入れると家族みんなで見とんのかい、ほーら集まってきたって見とんのか、いや、そんなことないやろか。そこまではないですけど、でも自分らがチンされるからね。あ、まあな、どうしようかなみたいな。あ、だから早く結婚した方がいいですよ。いや、そんな時はなんか映画館とかおるわ。
誰もおらんってチンされんのに、ね、あでも集まるか、そう集まるかもしれんね。何見るかですよね、うん、もう刑事物語とか見ときたいですけど、もうだって、ね、12月23日ですから、ほんまや、うわいつの話だと思ってるんですか皆さん、あれあもう来、え来 週, 来, 週来週や来週やもう来週1週間後や、クリスマス何するって人々は言ってるかもしれないけど、クリスマス前ですよにチーンになってもおらんようになるかもしれん、人間怖いよ、これイブ予約せん方がええで、こんなもん何起こるかがチーンになったらええで、はい、こんなもんお前なんかホテルとかそんなな高級料理屋さんとか用意しとってお前ワインもお前チーンになってみーなお前、いやでも熱いビール飲まなくて全員がチーンなんのに当日キャンセルなんかもどうでもええでしょ100% 払わなあかんとかもええやないですか、前金のとことかあるやんか、反対にチンになるぐらいやったら、うん、身の丈よりも高いとこ予約するのやめとけよっていう注意を船川さんとお前チンになってへんかったらえらいことになるぞって、ああそうかそうかなりますって、あぜにクリスマスどないします、クリスマス何にも考えてない、仕事ちゃう多分、まあそうか、うん、後藤さんは、俺も仕事ですね、みんなそうかやっぱり、クリスマス何すんのお前は、いや僕も仕事です、細かい家族サービスせなかった、まあまあ多少は時間空いて行きますけど、やりますけど、いやんやろあの服着てさせへんの、ヒゲこうして、まあ、そこまではトナカイこうバレますもん、もう信じてない、いやまだ信じてる、信じてるというふりかどうか分かんないですけど、また信じてるやろ、そうやっとお願いたいですけどね、まあでも今今年のショークリスマスはちょっと緊迫しますね、っていうかもう超えてからやから、やっぱり喜びひとしおなんですかね、このクリスマスは乗り越えれたみたいな、けど、はい、こんなのはだからそうやって本を売ったり、あなんか今のうち買えるもんは買っとこうとか、お金とかはもう使っておこうみたいな、こういう購買欲を煽るようなただの戦略に過ぎないと私は断言しましょう、なるほど、生きてます、ちゃんとだから姿形が変わるか変わったかもしれないけど、あ人間はちゃんと生き続けられます、この自極反転が完全に起こっても、まあよかったですよ、これまた一つ賢くなりました、ね、もう俺23日までに俺も車もう一台こうだろうかな、ほらほらそういうそれで合ってるんです、いいんです、そういうことですよね、それで楽しければいいんです、あじゃあ、ね、もうちょっと皆さんもね、これはもう知識として後藤さんにいただいたんで、そんなん言いながらほんまチンになったらもう後藤さんのとこチンになる前に電話しますよ、もうだからチンになる前が分かれば俺に電話するより別の何か逃げ方考えてるぐらいになったやないかってメールから送りまして保存しとかなあかんねすぐ送れるよ、お願いしなれぐらいで、明日もこういうことをみんなにガンガン喋って俺前から知ってたでみたいな顔でみんなに自慢してくださいというわけでですね、以上ですね後藤仁志との学んでるラジオのコーナーでした、はい、兵道大輝、兵道大輝のラジオ大好き 1AABC レディオ、さあというわけで、はいはい、この後藤さんの、うん、素晴らしいですね学べるラジオの後にはなんと、はい、おびっくりしました、何ですか、新たな喘ぎ声参戦おーし、きたきたきた、盛り上がっていこうでガンガン、ただねディフェンディングチャンピオンはこれ強いからね、言うたって海亀さん今年の巨人ぐらい強いからね、もうあそこはね揺るがないと思うんですけど、これね、うん、なかなかいいんですよ、お匿名特住所でお願いします、はい、政権が変わるや、うん、どうやこうやと騒いでる真夜中に、うん、喘ぎ声選手権、うん、子供が寝静まったら参加してみたいのですが、うん、商品券に心揺れる人妻ですということで、いっぱい稼いでくださいちゃんとちゃんと稼いでください、なるほど、電話してみますか、はい、いいですね、すごいね、お子さんはだから当然寝てる、さあ兵道の嫁と同じ状態、はい、じゃいその本人だったんですけど、はい、読めかもしれんな、わかるやろ俺お前ちゃうんか、違う顔持っとんねんいらんわそんな特命特殊の方です、ね、もしもし、もしもし、こんばんは、こんばんは、こんばんは、ちょっと緊迫感半端ないですね、これ読んだんですけども、うん、もうお子さんは寝たんでしょうか、はい、あ今寝てます、いいですね、どこで寝てますかお子さんは、
今下で寝てます。あ、今度は下バージョンで、先ほどの方は上で下で寝たり、後藤さんから、はい、たくさん稼いでくださいという、うん、担当も受けてください、はい、よろしいでしょうか。はい、ご主人は寝てます。寝てますか。ご主人はこれ電話してること知ってありますか。知りません。うわ、おっとっと、おっとっと、穏やかじゃねえなこれ、これ言うとくよ、侮れんよ、侮れんだ、侮れんよ、これは。それでは、あまり大きい声であえぐと、まあ問題なのもあれなんで、うん、ちょっとこう、もうお任せしていい。もうお任せで、さあお任せで、はい、さあ、それではですね、うん、夜中3時前、この男ども3人にエキスを注いでいただきたいと思います、うん、それでは、あえぎ、お願いいたします。はい、いただきました。来ましたね。来た、来ました、新たな、ね、あのね、あかんてってでしょ。これは逆にこっちがあかんてって言いたいぐらいやられた。これは、あの、私東北人なんでね、はい、あかんてみたいな言葉にやっぱ弱いんですよ。弱い、関西弁ね。はい、わ、はい、かるわかる、はい、これはすごかったですね。あかんては、ね、うん、2回あかんてでしたもんね。はい、あかんてってどこ。あ、そうか、僕もね、あの、カフォロシですか。はい、あの、一緒に放送禁止用語を読んでたから九州でね、はい、あの、あ、これはね、いいですね、これは燃えたよ。燃えましたね、うん、これは今後藤さん感じたと思うわ。あの、失礼ですけど、おいくつですか。30代後半です。おー、いいですね。いいんじゃないでしょうか、これ、はい、あかんて、ね、これはあかんて、これもう本当にあれですね、うん、これ山陽本線新幹線の音が爆発してるところなんですか。あかんて、あかんてって聞いたらもうあかんて。あいおいなんかもう目に入ってへんぐらいの、もう西明石越えたらもうキンキンやもん、こんなもんさあ、それでは頑張っていただきました。はい、これはちょっと3とかあったんですけどね、うん、さあ、それではおいくらにしましょう、後藤さん。僕はね、3000円より上行きましょう。行きましょうか。行きたいな。じゃあ、4、5、5、5000円か。さあ、それでは5000円お送りします。ありがとうございます。また、もう、ステッカーももう、ならもう3枚ぐらいつけてね、うん。で、もしまた次回やったらエントリーしていただいてもいいですか。できれば。まあ、ぜひお願いします。ぜひ、ぜひ、もう、ええ、その5000円で何を買いはるんかは、まあまあまあとしてですね。うん、ね、もうなんかもうごっつええお肉買うてほしいなっていうなんでそれかわからへんけどね。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、いや、これからね、これは新しいアレンジバージョンが出てくるかもしれない。ねえ、なんかこうアイテムを出してくるでしょ。そうそうそう、アカンテがいいのかみたいなので、うん、これでもアカンテびっくりしましたね、うん、まだこんな時間やんとか、こういう、こうアレンジがいろいろと入ってくるかもしれんよ。だからこの方は、うん、アカンテをよう言うてるってことでしょ、うん、あかんてな場所でやられてるってことですよね。まあね、そういうことやね。こんな想像も、うん、これもやっぱりだから、うん、あのディフェンディングチャンピオンもすごいけど、うん、やっぱり猪木の戦い方は猪木の戦い方で、なるほど、やっぱり武藤の戦い方は武藤という、こうなんか世代交代が、ね、なるほど、来ましたね。ヤングライオン現れた、ヤングライオン。というわけで、もしこれ聞いて、うん、おう、5000円いけんのかと、これぐらいやったら私もいけるよと、うん、ならまだまだ愛を募集しておりますんで、うん、よろしくお願いします、うん、メールはですね、love@abc1008.com、love@abc1008.com、電話番号とですね、何時ぐらいやったら時間やようというのとか、いろいろ、かけていただければありがたいなと思います。いや、でも来ましたね。あかん、来ましたね。うん、ててこれは来たわ。これもう一回ちょっと流させてもらわないようになろうかなみたいな録音録音でね、これすいません、もう著作権はもう ABC に移ってしまいますんで一度流した演技は申し訳ございません常にそういうもんなんで、お前それこれ着メロにしとけや、ね、あかんて、あかんて、嫁にバレてあかんて
さあ、それではですね、あと30秒で3時になりますかね、はい、3時になりましたらですね、またこたらちゃんの、メイド時報を経て、時報やないちゅう、なんとですね、深夜の、若手寄せをこちら辺でドガーンとやりたいと思いますんで、皆さんよろしくお願いいたします。兵道大輝のラジオ大好き 1AABC レディオ。3時過ぎたわよ。あんたたち3時過ぎなのにこんなラジオなんか聞いてばっかじゃないの。おっさんがおっさんの話に口を挟んでるラジオ何が楽しいのよ。でも、もうちょっと起きて聞いてほしいな。そしたら、あなたが挟んでほしいものここに挟んじゃってもいいんだから。ねえ、小寺ちゃんも挟んでとか言ってましたけど、実家の小政寿司の上で撮ってるっていうですね。お前な、お前そういうことカミングアウトしてあるの。お前1メーター90の親父下で、あのタイさばいてる上で撮ってる撮ってるというですね、小政寿司の娘でございました。さあ、それではですね、行きましょうか、深夜の寄せタイム。若手がなんと今回は仕上がってますね。おはようなんとですね、今日来ていただきましたライフバーナー矢野子ピカイチ日本酒ザジー松原タニシミルクボーイということで、このメンバーがスタジオに入ってきてくれました。よろしくお願いします。なんとですね、吉本の中でですね、松原タニシだけが松竹からの参戦と。あ、そう、松竹から、はい、ねえ、お願いします。ねえ、お願いします。ねえ、タニシはもう T シャツシワシワやないか、お前。シワシワでやってます、ね、もうすぐに、ツイッター見て駆けつけてきましたんで。ありがとう、タニシ。タニシ何年目？もう10年目になります。一番距離が古いんじゃ、タニシ。あれ、そうですね、この中では。さあ、それでは、このタニシもひっくるめて、ミルクボーイも来てますけどもね、日本からもね。なんと、まだ皆さんあんまり知らないですか、優勝者何をもらえるかっていうのは。知らないです。豪華やとは聞いてますけども。言うていいですか、はい、ミルクボーイのおばちゃんの体型の方、言うていいですか。おばちゃんの体型の方、はい、さあ、気合い入れて聞いてください。はい、4, 3, 2, 1。優勝者は ABC ラジオで30分枠の番組を出せる。ありがとう。さあ、マウさんには負けません。すごいよ。30分ですか。30分。一勝ですか。いや、一緒違う。一緒じゃん。何やんやったっけ。朝やん。ごめん、朝やん。ヤンまで覚えた。うわ、嬉しい。まあ、一回になるかもしれない。題名も決まってますもん。題名は。日産ポップ対歌謡曲。いや、それは、昔やってた番組です。それは。コンビで唯一レギュラーを忘れてしまった。いや、ダメです。ダメ。昔、向こうの ABC でやってた時。そうです、そうです。番組でございます。30分枠の番組を。すごいやん。いや、嬉しいですね。藤井さんが枠を取ってきてくれるということなんで。集まった子でレギュラー持ってる子、レギュラーを持ってる、まして特番出たっていう子は、あまりない。来ましたよ。これすごいよ。演歌歌手との20分のあの、ラジオ関西での枠は出してもてるんですけど、いや、そんなプチ情報いらない。掘り込ませたってくださいよ。ねえ、ここはないで。歌の旅。ここはないで。歌の旅。母親が演歌歌手なんで。どうでもいいそんなプチ情報。ええねん、プチでもないわそんなもん。そこまで掘り込んでたら僕が演歌歌手ですって掘り込んでくれとおれへんよ。さあ、行きましょうか。誰か一組かぶしてこいよ。はい、かここでなんと、で30分のラジオやっていただきますんで、もしザジーが取ったらどないなんいう話ですけども、これはあの厳正に審査しますんで、そうそう、サイドで、やっていただきましょう。とりあえずですね、もう、今からもう皆さんですね、はけていただいて準備していただきましょう。皆さん、じゃあよろしくお願いします。
さ、すごい、みんなだってラジオなのにみんな衣装を着てくれてるもんね。そうですよね、もう気持ちからね、やっぱりね気持ち入るよ。前回シンクロックって僕初めて知ったでしょ、はいはい、ほんで次の仕事で僕が審査員のあの番組でシンクロック出てたから、うん、やっぱり気持ち的にはそういうあのなんかエコヒーとかしてないけど頑張ってほしいなっていう気持ちはやっぱあった ね、 ね、うん、さあそんな若手が今回も出てくるんでしょうか、うん、さあそれでは行きましょう。まずですね、深夜予定トップを飾っていただくのは、うん、ライフバーナーです。どうぞ。めちゃくちゃええ映画監督なんでそんなことを言うんですか。やった、全然あかん。お前やる気あんのか。お前な、すいません、もう一回やらせてください。もういや、もう帰れお前。いや、もうお前みたいなやつ何もやってもいいし、もう帰れ、そっから出ろ。ちょっと待ってください、まだ一回しかやってないじゃないですか。帰れ。ちょっと待ってください。無理や。監督帰れ。待ってください。無理や。監督帰れ。なんでそんなことを言うんですか。それや、これか、それや、これか、それやかな、これね。 ありがとうございます。いや、そんなんええから、はい、次行くぞ。次の人分かってんな。はい、はい、よーい、はい、スタート。どうしたらいいんだ。分かった。お前、お前やる気あんのか。お前な、すいません。ちょ、もうええわ、もうカメラさんも撤収や。これこっちやる気ないわ。もう今日なしなしなし。ちょっと待ってください、どこ行くんですか。みんな帰ってこだ。くそ、一体どうしたらいいんだ。それや、これか、それや、これか、それやがな、これですね。ずっと言うとる。ありがとうございます。いや、もうええよ、早め。次の戸惑いのシーンやから。戸惑いのシーン分かってんな。分かりました。はい、よーい、スタート。ガット。ちょっとそれや、これか、それや、これか、それやがな、これですね。それ、あの、泣きのシーンや、泣きのシーン、泣きのシーン、はい、これ最後やから消え。持病の発作が、まさか監督、またまた、これマジのやつ、マジ、ちょ、救急車、ちょっと監督、ま、監督、マジやん、監督、監督、監督。あ、これかな。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。何期生？33期です。33期なの。2年目です。2年目。はい。だってな、監督役の方の子はな、はいはい、これラジオやのに、はい、ずらかぶって、なんずらぶって。仕上げてきました。動きまであったんやで。仕上げてきました。なぁ、はい。せめて仕上げてきました。なんかメール持ってるよ。んペンネーム、カノンちゃん。おぉ。ライフバーナーさんが優勝できますように。おぉ。お二人の必ず言う、どうもーというのが好きです。もうファンの子ネタじゃないですか。もうネタちゃうの。どうも、あの漫才の時だけ元気よくどうもというつかみ。それまあまあ若手言うけど、ね。近所に元気よく言う。やつなるなる。一応、はい、どんなんなん好きやよとかやってみてくれ。一回やっていい。じゃあ漫才入ってくる感じで。入ってくる感じで。はいよ、チャカチャンジンチャンジンチャンリンデンデン。はい、どうもー。どうもー。あらねー。どうもー。それが好きなやつ。なるほど。よかったな。やめようか思ってんすけど。何でやで、やれやれ。いや、ファンがいるんだよ。ファンがおんねん。ありがたいですね。初めてもらったんで。やっとけ、やっとけ。オッケー、終わりました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、続いていきましょう。続いては、ピンでございます。矢野剛だー。矢野剛です。コント、読書感想文。はいはいはい、はいはい、先生、はいはい、はいはい、はい。感想文、矢野純也。びっくりドンキーのメニューを読んで、僕はびっくりドンキーのメニューを読んで、美味しそうなハンバーグが本当にたくさん載っているなと思いました。びっくりドンキーのメニューには、大きいハンバーグやチーズの入ったハンバーグが本当にたくさん載っているなと思いました。またメニューの後ろの方には美味しそうなドリンクや美味しそうなデザートが本当にたくさん載っているなと思いました。これからも僕はびっくりドンキーにハンバーグが本当にたくさん載っているメニューを読みに行きたいです。終わり。あ、はい、僕あの空気は読めないです。どうもありがとうございました。ありがとうございました。出てきましたね。お前ですか。ありがとうございます。ね、はい、無駄に声と背が高いというですね。そう、ちょっと声高い。後藤さんどうですか。変な子がいるもんだよ、ね。音声さんびっくりしてたと思う。音響さんもうギュッて絞ったよ。いや全然、はい、まだまだ出せますし。いや出さんで、ね、出さんで、ね。そこのガッツいないやろ。面白く
ことすんないですけど、高い声出すもんね。全然出すもんね。ギャロ号がね、あの席に座ってる手もちゃんと取ってくれたんですけど、うん、あの、サンバチマイク見つめすぎて目が酔ってたっていう。ギャロ号ね、ちょっとイージー無視がね。あ、そうですね。はい、ちょっとそういうところが、はい。ねえ、ね、ごめんね、朝、かもう夜中か。いえ、全然、本当に、はい。もう楽し、絶対出たいなと思ったんで。本当に。はい、何歳今？僕27です。ああ、ね、結構いってるなと思いました。あ、ありがとうございますと思いました。というわけで、ヤロ号でした。ありがとうございました。さあ、続いていきましょう。続いては、ピカイチのご用人、どうぞ。どうも、ピカイチと申します。お願いいたします。ございます。やっぱね、売れたいなと思ってるんですよ、うん、売れたいな、ほんまに売れたいな思ってるんですけどもね、売れるためには何が必要か、やっぱね、健康管理なんですよね。健康管理 ね、 健康管理のために僕は最近始めようと思ってるのが、うん、ウォーキングなんですけども。あ、歩くのはいいよね。そんななかなかね、僕続けれるような性格じゃないのよ、うん、だからあの犬でも飼うかな思ってね。犬犬飼うたら毎日散歩できるからね、それで歩くでしょ。あ、なるほどね。歩いたらやっぱそれは健康管理になるからね、うんうん、犬飼うためには僕引っ越さんとダメなんですよね。あ、そうなんや。そう、でも引っ越すためにはやっぱお金が必要になってくるんですけども、まあね、そのお金はどうやったら手に入るか、うん、やっぱね、あの芸人として売れたらいいわけですよ。そりゃそうやね。売れるためにはやっぱ何が必要か、うん、日々の健康管理なんですけども、うん、そのために僕始めようと思ってるのがウォーキングなんですよね。やろうな。ウォーキングはね、なかなか続けれないんで、うん、そのために犬を飼うんやね。ポチを飼おうと思ってるんですけども、名前が判明しましたね。ポチを飼うために僕引っ越さんとダメなんですよ。お前2回引っ越したぞ。でも、ね、引っ越すためにはお金が必要になってくるんですけども、めっちゃ金欲しがるね。そのためにあのお金をどうやって手に入るか、うん、やっぱね、芸人として売れたらいいわけですけどね。ピカイチ売れたからね。売れるためには何が必要か、やっぱね、日々の健康管理やね。ヘルスケアなんですけども、言い方おしゃれになったね。ヘルスケアのために僕はあのやろうと思ってるのがウォーキングなんですよね。いつまで続くね。もうええわ。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ピカイチです。ありがとうございました。いやいや。